まり通信が可能だってことだ。他の衛星に関するデータを送信する。聞こえてるよな？もしもし。そいつは一安心だな。有能な人間ってやつになれるのには時間がかかりそうだ。まさか水耕栽培の仕事をしたいのか？はいなんていうやつはいないがな。お前が他の衛星を修理したら、他の家族に連絡するためのチャンネルを開く。
あなたの声を聞けるなんてね。いいか、全員で会う必要がある。スペーサーどこに追い込まれそうなんだ。一体何を企んでるの？そう何度もあなたの嘘に引っかかったりしないわよ。嘘でも企みでもねえ。状況が変わったんだ。頭切り替えねえと、俺たち全員その他大勢として歴史に埋もれるだけだぞ。あってもいい。ただし場所は私の船ね。いいだろう。通信終了。ジャッキーは相変わらずだな。ったく、他の家族にも連絡するぞ。もっとマシな反応だといいんだが。
に立たないのね。相変わらずの減らず口だな。まず、ヴェンキャはおそらくスペーサーにやられた。いまだに連絡が取れねえ。全員？なんてことだ。いい奴らだった。なのに無駄死にだ。俺ら全員が一丸となってなかったからな。偉そうに。私のことを何度も騙したのはあなたでしょ、アルバ。スペーサーは俺たち全員にとっての脅威だ、ジャッキー。そうだ、それこそが重要なポイントだ。間違いを犯した。それは一旦置いとかなきゃなんで。俺が提案するのは他でもない。防衛協定だ。船でも人員でも物資でも、全員で全て出し合って、互いの身を守るんだ。死んでもあなたにはヘリウム3を渡さないわ。1オンスだってね。実際に命がかかってんだぞ。みんな一旦落ち着け。お前、なんか言え。最初に、お前は真っ当な仕事をしたから、真っ当な報酬をやろう。ほら、心からの賛辞を込めてな。けど、この後どうなるかは分かってるよな。俺らは軍人じゃねえ。はっきり言って俺たちだけじゃ力不足だ。報酬ならもっと、うんと払う。あのスペーサーどもをこの星系から永久に追い払ってくれたらな。そのために俺たちの指揮を取ってほしい。お前、本当にすげえな。俺たちだって経験がないわけじゃねえ。それぞれの家族に船の一つや二つはあるし、銃撃戦ができる骨のある人間だっている。だが問題の根本は、正直言って俺の自業自得だ。ここへ最初に来たのは俺の家族だった。リストが他の家族を送り込んできた時、当時の俺はあまりいい印象を持たなかったんだ。あちこちでクレジットを稼ぎながら他の家族に犠牲を強いてたと思う。特にルメール家の恨みは深いだろう。だが今はルメール家もバンダ家も必要だ。ジャッキーにはあまり期待しちゃいねえ。だがバンダ家はいい奴らだ。まあ、多分な。今は協力しなきゃなんねえ。いや、この先もだ。相互の防衛協定が必要なんだよ。俺らの新たな傭兵隊長として、バンダ家とルメール家と話をしてくれ。何より欲しいのはルメールの協力だ。あの一家が船やクルーをどこよりも多く持ってる。あいつが拒否してもバンダと俺でどうにかはなるだろうがな。言っておくけど、アルバンは詐欺師で盗っ人よ。やつのような人間と行動してると、あなたの印象も悪くなるわ。そうとは言い切れないわよ。話をまとめましょう。私たちのクルーだけでもスペーサーに対抗することはきっと可能よ。全員で協力した場合、最も貢献できるのも、最も被害を被るのも私。私にとって最善の行動は、嵐が過ぎるまでルメール家全員で身を潜めておくことよ。私は軍事には詳しくないけど、絶対にそうだとは言い切れないでしょ。よくもそんなことを言えるわね、生意気な。まあ一理あるかもしれないわね。いいわ。ひとまずこの防衛協定を試してあげるとアルバンに伝えて。
一つになれば目の前のことに。いや、衛星を稼働させるのを手伝ってくれたらすごく感謝してるよ。あれは金を払うべき仕事だったけど、傭兵の多くはリストの仕事を受けようともしない。防衛協定の話で来たのか。あいつならそうするだろうな。いや、今団結するのは道理にかなってる。でも今後はジャッキーとアルバンが末永く仲良くするなんて無理だ。いずれどちらかの背中にナイフが突き立てられることになる。選択肢は多くないんだ。まあ、バンダ家は防衛協定に参加する。動かせる船が一隻あるし、もう一隻も修理できる。大したことはできないが、必要な時には協力する。で、防衛協定は成立したか。なあ、早く教えてくれよ。ジャッキーを説得したのか。奇跡って本当に起きるんだな。一体どうやったんだ。どんな汚い手を使ったのかは知らない方がいいんだろう。今回だけだ。センサーが2つの集団の反応を拾ってる。間違いなくスペーサーどもだ。船の数は多くねえが、お前と一緒に向かわせることはできる。あるいは予備に置いとくか、お前次第だ。分かった。他の連中にも伝える。スペーサーを片付けたら俺の農場で合流しよう。スペーサーの拠点を見つけ出すいい案がある。それとも済ませないと。いけない用事が残ってる。
えなくなった。着陸地点確保。着陸するわよ。生命がなくても美の可能性は残されている。無事に戻ってきてよかった。バンダ、30クレジットの貸しだぞ。思ってたより強いんだな。楽して儲けたな。ところでお前が頑張ってくれてる間、俺は通信衛星を使ってスペーサーどものおしゃべりを盗聴したんだ。なんですって。俺もなかなか知恵が働くだろう。とにかくスペーサーが基地として使ってる放棄された古いスターステーションがある。そういうことだ。そこには間違いなくスペーサーがワンサがいる。船もステーションにいる人間もな。あのガンを私たちの星系から排除しないと。一つ残らず。全く同感だ。それでは偉大なるリーダー殿、出発前に何かありがたいお言葉をいただけるかな。勝利どころか大勝利がな。持てる力の全てを出し尽くすぞ。今回ばかりはやり直しが効かねえからな。お前が飛び込むのを全員で待ってるぞ。
できた。船長、私が必要ですか？楽しんでるか？船長、お会いできて嬉しいです。心地のいい気分になるぞ。
この金庫がなくなったことをガルバンクはよく分かってて、心から残念に思ってるでしょうね。深く息が吸えたのは数ヶ月ぶりだ。お前のおかげだ。それは間違いねえ。そしてこれを維持するのは俺たちの仕事だ。お世辞がうまいな。もちろん見え見えだが、まあ悪くなかったぞ。俺と他の家族たちで、まあ出し合って報酬を用意した。お前みてえな奴が普段稼ぐ金額に比べりゃはした金だろうが、俺たちはギリギリの生活をしてる貧乏な農家と採掘者の集まりだ、うん、もうそろそろ黙るか。これ以上は。どうなるかね。勝利のおかげでいい関係が続くかもな。少しの間は。いや、ひょっとしたらこれからもずっと。言うんじゃねえぞ。俺の評判は維持しなきゃなんねんだからよ。またこの整形に来た時は顔を見せろよ。一生忘れられないほど盛大に歓迎してやるからな。指示をくれればいつでも出発できる。ここはコロニー連合の地域だ。新製品をスキャンする間、現在の航路を維持するように。着陸態勢に入る。